はい、どうもこんにちは、ゾウです。ヒーです。今回の動画は20周年グッズの第2弾を購入いたしましたので、それのね、商品紹介をしていきたいと思います。イエイ、ありがとうございます。ということで紹介していきたいと思います。今回ですね、かなり厳選をして購入いたしましたので、全部で4つ4品ですね、購入いたしました。ではまず1つ目ですね、どれからいきますか。ヒーさんチョイス1つ目は、はい、私が一番欲しかったものです、はい、せーの、じゃじゃーん。はい、これはですね、ブランケットです。はい、ブランケット買いました。買えましただね。買いました。いや、よかったよかった。4500円、意外とするんだよね。そうはい、これカバーですね、バッグになってます。裏面がこんな感じになってて、これね、すごいクオリティ高いなと思ったのが、この20周年のここがね、見て、刺繍になってんの。キラキラだ。めっちゃ綺麗だよね。かわいい。かわいいよね、うん、これ下も全部地図だし。そうすごくいいと思う。かわいい、うん、これいいよね。ね、どれ。あ、これね、ファンタズミック。僕ら好きなんでね、ファンタズミックが、うん、いろんなやっぱり周年のね、思い出というかあって、はい、裏もこんな感じになってます。すごいいいよね、うん、あのちょっとツルツルというかテカテカした感じもあって、使いやすそうだなと。もうこのカバンだけでもね、使いやすそうだなと思って。カバンが結構大きい。うん、購入いたしました。で、中開けると、はい、ここはボタン式ですね。パチッと、うぃ、はい、もう本当に画面いっぱいになってるけど、広げてみると今回第2弾のメインアートというかイラストになっております。可愛くない？可愛いですね。表はパイル地でね、ツルツルして気持ちいい感じなんだけど、裏はじゃじゃんと、もこもこの起毛になっておりまして、すごくね、肌触りが良くて気持ちいいです。結構二重になってるんだよ、完全に、うんうんうん、生地がこんな感じで。そうだね、こんな感じで。これはね、あったかいと思う。これあったかそうだね、うん、うん、すごくいい。で、ここの端っこもね、しっかり分厚く縫われてて、うん、全然丈夫そうですね、うん、作りがしっかりしてるから、ね、で、今開けてみて気づいたんだけど、ここにボタン、うん、で、ここに輪っかがあるから、首をこうやって巻けんだね、腰とかね。そうそう、はい、イメージ図はこんな感じにありました。あったかい、あったかい、あったかそう。あ、しかもそこゴムなの、かけやすい。ほんとだ、ここゴムだ。おお、これちぎらないようにしないとね。いい、はい、はい、結構すっぽり背中隠れるね。うんうん、男性でも全然いいね。ちょっとお値段張って4500円ですけど、買って損はないかなと。すごくいい、思います。はい、はい、では2点目いきたいと思います。次がこちら、じゃじゃん。はい、これはね、僕が欲しくて買いました。バスケース、はい、2300円。はい、ありがとうございます。これがめちゃめちゃね、いや、最初はちょっと迷ってたんだけど、これそう、厳選するとしたら迷ってたんだけど、まあちょっとね、欲しいなと思って買いました。はい、表はこんな感じ、ここね、と裏、かわいいよね、しっかりと書いてある。うん、はい、留め具のところにほら、ミッキーのコンパスみたいな、かわいいね、かわいいよね。とちょっとこうレトロな感じのチェーンがついておりました。はい、こんな感じです。で、これね、やっぱディズニーシーって冒険とイマジネーションじゃん。で、冒険ってところで、これがね、このトラベラーズノートっていうのにもそっくりなのよ。これ僕の持ってるやつなんですけど、旅の時に使うようなノートなんだけどね、もうそれに一目惚れ。もともとこういうのが好きだから、あ、いいなと思って買っちゃいました。ゴム結構しっかりしてる、うんうんうん、広げてみると、はい、今回のメインアートだね、うんうん、し、はい、こんな感じで、おー、グランドオープン周年ごとだよね。グランドオープンで書いたんだ、ちゃんと、うん、
見開きになってんのかな、はい、そうだね、これが5周年か、5周年、あ、すごい、かわいい、凝ってるね。しかもなんかいつものかと違うのかわかんないけど、ここ取りやすそうじゃない、取りやすそう、カード入れてもね。で10周年が、まあ、ファンタズミックとか、これ弟子くんのやつだね。15周年、はい、記憶に新しい15周年で、今回の20周年となっております。ここにもあるからね、おー、あ、ポケット、いいね、あ、いいよね、しっかり、こっちはない、表目はないけど裏の線には、はい、でここに定期とか入れて、まあちょっとたまに使うようなものをここに入れておくとか、うん、でもいいかもしれない、よく使うものでもいいけど、うん、あ、いいじゃない。で革ではないんだけど、ちょっと革っぽい感じ、だから本当にトラベラーズノートっぽい感じで、すごく素敵だと思います。では次ですね、購入したものこちら、じゃーん買いました、タペストリーですね。お値段が、お値段3500円、これ意外と安いんだよね。そうそうあのなんかカーテン、夜空のカーテンイメージがちょっとあったからさ、うんうん、なんか6000円とか7000円とかさ、うん、するのかなと思ったけど、いらないかなって、ね、ちょっと高いかなって思った。広げてみると、はい、じゃじゃーん、あー、いいね、こんな感じですね。ちょっと画面からはもう見切れてるけど、あ、いいね、いいね、はい、ありがとうございます。はい、こんな感じになってます。かわいいね、ね、かわいい、これは C のエントランスそのまま持ってきてる。確かに持ってきてるねでこれね、最初買う気なかったんだよね、全然買う気なかったんだけどツイッターとかでね、ちょっとひーさんがいろいろと見て、買ってる方のね、見たらね、あ、本当に C のエントランスと全く同じだと思って、ね、ちょっとこれは顔が怖い顔が怖いミッキーだけど怖いよ、そう、まあ買おうかなみたいな感じだったんでね、うん、結構作りもいい、しっかりしてるわ、でも、うん、安いと、安いと、うん、まあちょっと何に使うっていう話なんだけどね、あの今でも僕が思ってるのは、うん、今ここの編集とか撮影してるお部屋なんだけど、うん、ここにね、ちっちゃい窓ガラスがあるんですよ、うん、そこにもカーテンが全くなくて、うんうん、だからそこにちょっとこう飾ったりとかして、まあ、ちょっとこう撮影の時に見えるような感じでもいいかなとは思ってるんだけど、うんうん、最近顔出して撮影しないからあんまり見えないなっていうのもちょっと思った確かに、ああ、であのお気に入りポイントとしてはですね、作りがすごいしっかりしてるっていうので、ここがちゃんとやっぱり刺繍になってます。かわいい。これすごくギラギラ。ギラギラでいいよね。っていうのと、あとつけるのどうなのかなと思ったんだけど、うん、ここちゃんとね、ほら穴。素晴らしい。あるから、あの突っ張り棒が通せるんですよ。うん、なので比較的どこにでもつけやすいなと思って。素晴らしい。はい、マジで買いました。いいよね。お家の玄関でも大丈夫。家どこでも大丈夫。ひらひらもついてるしね。うん。すごーい。で裏はね、ただの、はい、こういう真っ白素材でございます。これサイズどのぐらいなんだろう。95×77。95×77、うん、横が90だから、あ、じゃあチュロスクッションと同じぐらい。ああ、そうだね。大体、うん、そうだね。ちゃんと東京ディズニーシーってここも書いてありますね。では購入したもの最後ですね。早いね。せーの、じゃじゃーん、買いました。これはね、もうまあわかると思うけど、僕がね、もう厳選するのはこれだけは絶対に買うって言ったものです。はい、はい、リュックサック。リュックサック、リュックサックって言うとダサいって言われるんだよね、うん、でもリュックサックって商品名だから大丈夫大丈夫。リュックサック5900円です。ありがとうございます。でも僕がね、なんでこれを買いたいかって言ったら、もうただ一つの理由、はい、もう先に見せちゃいます。ここのね、真ん中のチャックをじゃじゃんとカメラが収納できる層になってる、要は2層式って呼ばれるリュックサックですね。はい、カメラバッグだと結構そういうのは多い、ほとんど2層式だったりとかするんだけど、それをねディズニーで出してくれてるっていうのがめちゃめちゃねポイント高しなんですよ。で今までもベリミニの時だったかな確か、うんうん、とかあったんだけど、やっぱり女性っぽい、うんうん、これはもうね男性でもいけますよ素晴らしい、はい、シンプルだからね、うん、本当にエンブレム以外何もディズニーのマークないもん、ね、そうそうそう、これね
このミッキーのこのキーチェーンもね外れるので、これさえ外せばディズニー要素ゼロなんですよ。なので男性男性でも背負いやすい、ちょっと恥ずかしがり屋の男性でも背負いやすいですね。じゃあちょっと詳しく見ていきたいと思います。形としては丸型のリュックですね、うん、で、はい、後ろはこんな感じになっていて、クッションもね結構あります。で中かわいいさで、両開きのジッパーでバカッと開くと、これもねいろんな周年ごとのイラストっていうのかな、うん、エンブレムが書いてありますね。これは素晴らしい、うん、素晴らしい。でこれ物によって中のねやっぱり柄が違うらしい、位置が、まあ、僕ら通販で買ったので選んでないんですけど、まあすごくいいなと思います。で2層式で、ここが上部の底がここにあります。でここにもねポケットが大きいのが一つあるので、いろいろとね細々したものも入れやすいかなと思います。背中のクッションも結構しっかり入ってますね。で今度下の方を開けてみます。下の方を開けるとこんな感じでね開くわけですよ。で、はい、中は同じような総柄になっていて、仕切りが外せます。めちゃめちゃいいよね。これが大事、カメラバッグは、動画を撮ってる時は、最近はねこの、ZV-E10 っていう、APS-C サイズのすごいねコンパクトなやつなんだけど、はい、こちらフルサイズの α7C っていうやつですね。このぐらいの小型の一眼レフだったら全然すっぽりと入ります。でちょっと特殊なんだけど、僕今レンズねこれ2つつけちゃってて、まあ普通の標準レンズぐらいの長さはあるかなと思うんですけど、これもね、はい、全然すっぽり入れますね。すごくいいと思います。でそこにも結構クッション効いてるのでめちゃめちゃ使いやすい。でさらになんですよ、さらにこの後ろのここにシークレットポケットがあります。お財布入れたりとかできるので、例えばさっきのねこういうのにクレジットカード入れててもここにスポット入ります。であとちょっと試してみたんだけど、ここのね一番上、ここ最近さディズニー行くとき僕はこういうジンバルを持ってるんですよ、はい、こんな風に畳めます。畳んだ状態でここにほらすっぽり入るのよ。これめちゃめちゃいいなと思って、いいわこれは。これはねカメラ持っていく人にはめちゃめちゃいいよ。あの望遠レンズとかなければね、気軽に行く時のカメラ持ち運びバッグとしてはもうディズニーを満喫できる感じですごくいいなと思います。まあ、みんなジンバルはきっと持ってないから、あそうだ、ね、他にパーク内を遊ぶ際のパッキングは多分そこには結構十分にできるんじゃないかなとは思う。全然一泊二日でもいけるよね。いけると思う、うん、着替え入れてとかすごくいいと思います。あと二層式なのは重いものが下に溜まっていかない、うんうん、上と下でちゃんと分けられるから、それがねやっぱり使いやすいんだよね。あと一応ちゃんとベルトの調整もできるので、はい、誰にでもフィットするかなと思います。はい、ということで今回ですね20周年のグッズ第2弾を購入いたしました。厳選して4つですね購入品のレビューをいたしましたが、いかがでしたでしょうか。ひいさんはどれがお気に入りですか。今開けてみて、意外とこちら、うん、おー意外と意外とあんだけ最初はいらないっしょみたいな感じだったけどね、買ってみたらかわいい、うん、すごい良かった。かわいいよね、なんか20周年を満喫できるって気持ちになるよね、うん、確かに。あ、分かる分かる分かる。そんなに行けてないけど、まだ2回かなしか行ってないけど、うん、すごいもうすでにね満喫した気分で、うん、あ、もう思い出としてね、ちゃんと残るから、これはぜひずっいっぱい作ってたくさんの方の手元に届くといいなと思います。はい、僕はやっぱりねあのリュックが一番自分のね使いやすいっていうところでいいかなと思います。はい、でこの撮影してる時にね在庫がちょっとどうなってるのかっていうのは分かんないですけど、品切れとかがねもしあったとしても絶対あの高額に、ね、なってるものとかは買わずに、あの再販されることをしっかりと願いつつ待ちつつで、再販したら皆さんゲットしていただければなと思います。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。この動画いいと思ったら評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。また各種 SNS やっております、 Twitter やインスタでぜひこの動画拡散していただけるとすごくすごく嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。みんなの気になるグッズはどれかコメント待ってます。ぜひぜひたくさんのコメントお待ちしております。これはすごい気持ちいいよこれね、気持ちいい。いいよ。いいよ。うん。